機材もない中高生でも、パソコン1台でサラリーマンの収入を超える時代、それが YouTube です。大人のあなたはどう思いますか？ YouTube で稼ぐ方法、企画ランキング、今すぐチェックしてください。まっすぐのところに T を2本押さずですね。あんな狭いで、まあ、この間を通す練習なんですけど、まあ、まずは本当にもう楽に通る、これぐらいの感じからまずあのアマチュアの方は始めてもらって、はい、で多分娘さんクラスのレベルになるとボール1個ギリギリ通るぐらいの、はい、かなりギリギリ、そんなに狭くていいですか？そんな狭くていいですか？はい、まあこれぐらいだったら全然大丈夫だと思います。わお、はい、この練習方法はすごくいいと思います。すごい。パターって出だしの50センチがすごく大切なので、はい、まあ、あの靴2足分ぐらいの出だしのところにティーを2本刺して、その間にボールを通す、はい、そうですね。あのこの腕は本当にどういう形でもいいと思います。あとスタンスも広くても狭くてもいいし、腕も伸びてても五角形でも何でも僕は正直いいと思うんです。ただやっぱ一番大事なのはこの右手とフェース面の一体感、はいはい、僕すごい去年それを意識して練習したんですけど、こうやって右手片手で一本でこう練習をしたりとか、であとは左手は普通に握るんですけど、はい、右手をこうやって握る、握るというか添えるというか、もう手のひらを、手のひらとフェースの面が同じ感じですね。同じ感じでこうストロークする、はい、だからこれが右手の手のひらが左を向いたときは絶対にフェースが左閉じてしまうし、結構多いのがやっぱアマチュアの人でもこう手のひらが上を向いちゃうときはインパクトしたときに右に行ってしまう、こういうことが多いので、常にやっぱこのフェース面と右手の手のひらも一体感を持ってストロークしたいなっていうのは。ちゃんと